ハンフリー・デイビー、初代順断尺、サー・ハンフリー・デイビー、1778年12月17日から1829年5月29日は、イギリスの科学者で発明家。アルカリ金属やアルカリドルイ金属をいくつか発見したことで知られ、塩素や要素の性質を研究したことでも知られている。ベルセリウスは、オンサム・ケミカル・エイジェス・オブ・エレクトリシティと題した。 デイビーの1806年の科学の理論を豊かにした最良の論文の筆としている。この論文は19世紀前半の様々な科学、神話力理論の核となった。1815年、デイビー島を発明し、可燃性の機体が存在しても交付が安全に働けるようになった。1778年12月17日、コーンウォールのペンザンスに生まれる。 教区記録簿によれば、ロバート・デイビーの息子で、1779年1月22日に、洗礼を受けたという。父は、木彫職人で、利益よりも芸術性を追求する傾向があった。旧家の出身で、多少財産があった。妻、グレースの家系も旧家だが、それほど裕福ではなかった。グレースの両親は、熱病で、相次いで亡くなり、グレースは、 姉妹と共にペンザンスの外科医、ジョントンキンの養子になった。ロバート・デイビーとグレーズは五人の子を設けた。ハンフリーは、長男で、他に、弟・ジョン、1790年から1868年がおり、三人の妹がいた。ジョンは、ハンフリー同様に科学者となり、ホスゲンと四復家系層を発見している。幼い頃一家は、 ペンザンスから近郊にある先祖から受け継いだ土地に引っ越した。トンキンは幼いデイビーの聡明さを見抜き、父親を説得して私立学校に転校させた。当初ペンザンスのグラマースクールに通っていたが、JC コーリートンという聖職者の指導を受けるようになった。デイビーは記憶力が良く本から素早く知識を吸収した。特に好きだった本としてバニアの天ドレキがあり、 歴史書もよく読んだ。8歳頃には、市場の荷車の上に立ち、少年たちを集めて最近読んだ本の話を聞かせていた。そうして、死を愛するようになった。同じ頃デイビーは科学実験を好むようになる。これは主にクエーカーでバグコーを営んでいた、ロバート・ダンキンの影響である。ダンキンは、自分で、ボルタ電池やライデンビンを作り、 数学の原理を視覚化する模型を作ったりしていた。それらを使ってダンキンはデイビーに科学の処方を教えた。後に王立研究所の教授になった時、デイビーはダンキンから教わった実験の多くを再現することになる。1793年、デイビーはトルーローに行き、カルデューという博士の下で教育を終えた。カルデューは後に彼が これほど才能があることを見抜けなかったと述べている。デイビー自身は型にはめられずに放っておかれたことが自分にとっては良かったと後に述べている。1794年に父親が亡くなると、トンキンはデイビーをペンザンスで病院を営む外科医、ジョン・ウィンガム・ボーラスに弟子入り、年期暴行させた。年期明けは1795年2月10日となっていた。 その病院の薬局で、デイビーは科学を学び、トンキンの自宅の屋根裏で、科学実験を行った。デイビーの友人は、よく、あいつは手に負えない。そのうち俺たちを吹っ飛ばすだろうと言っていた。また、妹の服に腐食性の化学物質で大きなシミを作ったことがある。デイビーの詩人としての側面は、多くのものが言及しており、デイビーの伝記を書いたジョン・アイルトン・パリスも、 デイビーの詩について簡単に触れている。デイビーが最初に詩を書いたのは1795年のことでザ・サンゾ・オブ・ゲニュスと題したその詩は若さゆえの未熟さが目立つ。その後数年間に多数の詩を生み出した。中でもオン・ザ・マウント、エス・ベイト、ストリート、マイケル、エス・マウントは感受性豊かで楽しげだが真の詩的想像力は示されていない。デイビーは間もなく 科学に専念するため試作を断念する。十七歳の時、初恋を死にしていた頃、デイビーは、熱の物質性という問題を、クエーカーの友人と熱心に議論していた。断金ンンはデイビーについて、人生で出会った中で、最も議論上手だと述べることがある。ある冬の日、デイビーは断金を、ペンザンスを流れる川に誘い、二つの氷の板を、こすり合わせると氷が溶け出すほどのエネルギーが生まれ、 こするのをやめるとまた氷によって氷の板がくっつくという実験を披露した。後にデイビーは王立研究所でさらに洗練させた形で同じ実験を披露し注目を浴びた。王立協会フェローだったデイビス・ギルバートはボーラス博士の自宅の門のところで偶然デイビーと出会った。若者の話に興味を持ったギルバートは彼に自分の書斎を使わせることを申し出、 自宅に招待した。そこで、セイバーソロミュー病院の付属医学校で科学講師を務めていたエドワーズ博士と出会う。エドワーズ博士はデイビーに実験室の器具の使用を許可し、ヘールの港の水門の問題を話した。当時、銅や鉄でできた水門が海水によって急速に腐食することが問題となっていた。当時ガルバニック腐食は知られていなかったが、その話から、 デイビーは後に船体に同伴を吹いた船での実験を思いついた。ジェームズ・ワットの息子グレゴリー・ワットは療養のため、ペンザンスを訪れ、デイビーの母の家に滞在した。そこでデイビーと友人になり、デイビーは彼から科学を学んだ。ベッジウッド家も不要、ペンザンスで過ごす習慣があり、デイビーは彼らとも面識があった。トーマス・ベドーズとジョン・ヘール・ストーンは、 地質学上の論争、地球上の岩石は火山によってできたのか、原始地球の海で鉱物が積出して結晶化したのかを戦わせてた。二人はデイビス・ギルバートの案内でコーンウォールの海岸の調査旅行にやってきた。その際にデイビーとも知り合うことになった。ベイドーズはその頃ブリストルに機体研究所を創設したところで研究所を指揮する助手を探していた。そこで、 ギルバートがデイビーを推薦。デイビーの母とボーラスはそれに賛成したが、トンキンはデイビーがベンザンスで、下界として働くことを望んでいた。しかし、デイビー本人がベドーズの研究所で働くことを望んでいることを知と、それを許した。1798年10月2日、デイビーは、ブリストルの機体研究所にやってきた。この研究所は、 人工的に製造した機体を医療に応用することを目的としており、デイビーは各種実験の指揮を任された。ベドーズとデイビーの間に交わされた取り決めは寛大なもので、デイビーは父の残した不動産の相続権をすべて放棄して母に渡すことができた。デイビーは医者になることを諦めたわけではなく、エジンバラ大学で学ぶことを考えていたが、間もなく研究所の一角で ボルタ電池を多数作り始めた。ブリストルでは、ダラムハクと知り合い、機体研究所で製造したアサンカチッソ、消気ガスを定期的に吸引しに来た、グレゴリー・ワット、ジェームズ・ワット、サミュエル・テイラー・コールリッチ、ロバート・サウジーとも友人になった。ちなみに、デイビー本人も、消気ガス中毒になっている。このガスを最初に合成したのは、 イギリスの自然哲学者で科学者のジョゼフ・プリーストリーで1772年のことである。彼はそれをフロギストンカチッソガスと称していたフロギストン説。プリーストリーはその発見を著書エクスペラーメンツアブザーベーションスオンディファレント・カインズ・オブ・エアーに記し、鉄のヤスリクズを硝賛に浸して熱するという製法も記述した。ジェームズ・ワットは デイビーのアサンカチッソ吸入実験のために運搬可能なガス室を製作した。これによりワインによる二日酔いの治療にアサンカチッソが役立つという結論が得られたデイビーの原記録に成功と記されている。小気ガスはデイビーの周辺の人々や友人には人気があり、デイビー本人もそのガスに通覚を取り除く能力があることに気づいていたにもかかわらず、 デイビー本人はそれを麻酔剤として使うということに思い至らなかったようである。小気ガスの麻酔剤としての使用はデイビーの死後数十年経って医療や歯科治療で一般化することになった。デイビーは研究所の仕事に熱心に取り組み、周辺の観光案内をしてくれたウェドーズ・プジンと長い不倫関係を結んだ。1799年12月、初めてロンドンを訪れ、 そこで、さらに友人を作っている。様々なガス実験で、デイビーは、かなりの危険を犯している。一酸化窒素の吸引実験では、口中で硝酸が発生したとみられ、口の粘膜を激しく損傷する結果となった。一酸化炭素の吸引実験では、視線をさまようことになった。外気を取り入れて、やっと正気を取り戻し、私は死なないと言ったデイビーだが、 回復するまで数時間を要した。デイビーは実験室から庭によろめき出て自分の脈を取ってみた。実験記録には糸のようで脈が極めて速くなると記している。その年、デイビーはウエストカントリーコレクションズの第一巻を観光した。その半分はデイビーの論文オンヒート、ダイト、アンドザコンボネシャンズオブライト、オンフォス。 オキシジュナン・アンドイッツ・コンボネシャンズ、セオリー・オブ・レス・パーションである。1799年2月22日、デイビーは、デイビス・ギルバートへの手紙に、カロリック説が間違っていると確信していると聞いていた。4月10日のデイビス・ギルバートへの手紙では、昨日繰り返し実験することの重要性を証明する、発見をしたと記している。それは純粋な消気ガスを製造する方法を、 確立したという発見だった。彼は、さらに7分近く消気ガスを吸引し続けても、全く問題なかったと記している。同年デイビーは、リーサーチス、ケミカルフィロソフィカル、チーフリー・カンサーニング・ナイトラスをキサイドイッツ、デスパーションを発表した。後年、デイビーはそれらの未熟な仮説を出版したことを、後悔している。デイビーは、 機体研究所で電気を使った実験もいて成功したとデイビス・ギルバートへの手紙に書いている。1799年、ベンジャミン・トンプソンはロンドンでの知識普及のための研究所の創設を提案した。科学を知らない一般人向け、貴族向けに公開実験を行い、科学の普及に貢献することを目的としている。それが王立研究所である。 1799年4月に建物を購入。トンプソンが所長となり、最初の講演者はガーネット博士だった。デイビーのリーサーチスは斬新な内容で科学に関する発見で溢れていたため、自然哲学者らの関心を引きつけ、デイビー自身が一躍注目されるようになった。デイビーの動向を長い間気にしていたジョゼフ・バンクスは1801年2月、 デイビーを公式に呼び寄せ、ベンジャミン・トンプソンやヘンリー・キャベンディッシュと共に面接した。デイビーは1801年3月8日のギルバート宛の手紙で、バンクスやトンプソンから、ロンドンの王立研究所での仕事と電気の研究への資金提供の申し出があったことを記している。また、その手紙の中で、ベイドーズの機体研究所での仕事は続けられないだろうと記している。 1801年、デイビーは、王立研究所で、科学講演助手兼実験主任となり、同研究所の発行する雑誌の編集助手も務め、研究所内に部屋を与えられ、燃料と給料を支給されることになった。1801年4月25日、デイビーは、比較的新しい分野である、導電気学、静電気の対義後、電流が流れる電気を扱うの講演を行い、 天職の一つに出会った。彼は友人のコールリッジと人間の知識の本質や進歩などといった話題でよく会話を交わし、講演では科学的発見によって文明が進歩していくというビジョンを観客に提示した。講演では単に受動的に観察し考察する学者というよりも自身の実験器具を自在に操って能動的に周囲を支配した。最初の講演は絶賛され、 6月の公演では、最終的に500人近い観客が集まったとい。デイビーは、公演に花々しい、時には危険ですらある実験を組み込み、天地創造の引用を散りばめつつ、本物の科学的情報も織り込んで解説した。公演者として人気を博しただけでなく、ハンサムなデイビーは、女性からの人気も高かった。ギルレイの風刺画で描かれた観客のほぼ半数は、 女性である。同電気学の一連の講演が終了すると、デイビーは、農芸科学の一連の講演を開始し、さらに人気を博した。1802年7月、王立研究所で一年余りが経過した頃、講演女子から、性講演者に昇格した。23歳のことである。ガーネット博士は健康上の問題を理由に静かに引退した。1803年11月、 デイビーは王立協会フェローに選ばれた。1810年にはスウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に選ばれた。1806年、結合の電気科学的仮説を発表。デイビーはボルタ電池を使った電気分解の先駆者であり、よくある化合物を分解して様々な新元素を発見した。彼は溶溶樹をの電気分解によって、 非常に反応性の高いアルカリ金属であるナトリウムカリウムといった新たな金属を発見。カリウムは1807年水酸化カリウムの電気分解で発見している。18世紀になるまでナトリウムとカリウムは区別されていなかった。カリウムは電気分解で単離された最初の金属である。ナトリウムは溶融した水酸化ナトリウムを電気分解することで 同年デイビーが単理した。1808年には、石灰と酸化水銀の混合物を電気分解することでカルシウムを発見した。これは、ベルセリウスらが石灰と水銀の混合物の電気分解からカルシウムのアマルガムを得たと聞き、自分でも試してみた結果である。その後も、電気分解実験を続け、マグネシウム、酵素、バリウムを発見した。 6つの元素を発見した科学者は、デイビーただ一人である。元素は1774年、スウェーデンの科学者、カール・ビルヘルム・シェーレが発見したが、脱フロギストン海塩酸基でプレジェスティケイテッド、マリーンアシトや、フロギストン節酸症と名付け、酸素を含んだ化合物だと誤解していた。シェーレは、二酸化マンガンと塩酸から塩素を作った。シェーレは、 塩素ガスの特性をいくつか観察しており、リトマスを脱色する効果があること、昆虫を殺す効果があること、色が黄緑色であること、黄水とよく似た匂いがすることなどを記している。しかし、シェーレはその発見を公表することができなかった。1810年、塩素を現在の名称であるクロリンと名付けたのはデイビーで、彼はそれが化合物ではなく、 元素だと主張した。彼はまた、塩酸、塩化水素水溶液を電気分解しても酸素が得られないと示した。この発見により、酸は酸素の化合物だとするラボアジエの定義を覆した。デイビーは講演者として多くの観客を集め、名声を謳歌した。消気ガス、ア酸化窒素などの気体の整理作用の実験でもよく知られ、消気ガスが アルコールに勝ると述べているが、そのことも問題とはされなかった。あとに、デイビーは3、塩化窒素の実験中の事故で視力を損なった。この化合物を最初に作ったのは、ピエール・ルイ・デュロンで1812年のことだが、彼も2度の爆発で指を2本失い、片目を失っている。この事故のためデイビーは、助手として、マイケル・ファラデーを雇うことになった。 1812年、ナイトに助せられ、王立研究所での最後の講演を行った後、裕福な未亡人と結婚した。1813年10月、フランスをはじめとするヨーロッパ大陸に新婚旅行へ旅立つ。この際に実験助手として、ファラデーを伴っている、婦人の使用人が当時て期待していたフランスに同行することを拒んだため、彼女はファラデーを使用人として扱ったとされる。 この旅行はまた、ナポレオン・ボナパルトが、デイビーに送ったメダルを受け取るための旅でもあった。パリでは、ゲイイコール・ルサックに依頼され、ベルナール・クールトアが分離した奇妙な物質の調査行った。それは、現在要素と呼ばれている元素で、デイビーは、それが元素に違いないと述べている。一行は1813年12月に、パリを立ち、イタリアへ向かった。 フィレンツェに滞在すると、ファラデーを助手として一連の公開実験を行った。この時、太陽光線を集めて、ダイヤモンドを発火させる実験を成功させ、ダイヤモンドが純粋な炭素で構成されていることを証明した。次に、ローマへ行き、さらに、ナポリとベスビオさんを訪れている。1814年6月、ミラノでアレッサンドロ・ボルタと会い、 さらにジュネーブへ向かった。ミュンヘンとインスブルックを経由して、イタリアに戻った。その後ギリシャとコンスタンティノープルに向かう予定だったが、ナポレオンがエルバトを脱出し情勢が不穏になってきたため、イングランドに帰国した。なお、夫妻に子供はできなかった。1815年にイングランドに戻ると、デイビーは炭鉱で使うランプの実験を始めた。当時、 炭鉱で甲府が使うランプの火が充満したメタンに引火して爆発する事故が頻発していた。特に1812年、入荷する近郊で大きな事故があり、地下での明かりの改良が急務となっていた。デイビーは、ランプの火を鉄製の細かい網で覆うことで、ランプ内で燃えているメタンが外に出ていくのを防止することを思いついた。これがデイビー島である。 安全灯のアイデアや当時無名だったジョージ・スチーブンソンも提案済みだったが金網で炎が広がるのを防ぐというデイビーのアイデアはその後の設計でよく使われるようになったスチーブンソンのランプは北東の炭鉱地帯ではよく使われた炎が外に広がるのを防ぐという考え方は同じだがその手段がデイビーとは異なるしかし目の細かい金網を使ったランプは 従来よりも暗く、行動内の湿気の多い環境では、金網が錆びやすく裂しやすかった。そのため、かえって爆発事故による死者数が増加したという。デイビーが、デイビー島の原理を発見する際にスミソンって何との成果を参考にしたのではないかという議論もあるが、一般に、両者は、それぞれ独自にその原理に到達したとされている。デイビーは特許を取得せず、 その発明によって1816年にランフォードメダルを受賞している。1815年、デイビーは酸を置換可能な水素、金属と反応した時金属元素と部分的、または完全に置換される水素を含む物質と定義した。酸と金属を反応させると塩が生じる。塩基は酸と反応して塩と水を生成する物質とされた。 これらの定義は19世紀の科学ではほぼうまく機能した。デイビー統発明の功績が認められ、1819年1月、デイビーは当時のイギリスの科学者、平民としては最高の栄誉である順断尺を受釈。翌1820年には王立協会会長に就任。デイビーの実験助手、マイケル・ファラデイは、デイビーの成果をさらに発展させ、 当代一の科学者となり、デイビー最大の発見はファラデーを見出したことだと言われるまでになっていた。しかし、これを快く思わなかったデイビーは、ウィリアム・ウラストン自身が否定しているにもかかわらず、ファラデーが、ウラストンの研究を盗んだと非難したりもした。そのため、ファラデーはデイビーが亡くなるまで古典電磁気学のすべての研究を一時期やめざるを得なかった。1823年頃、 ファラデーが王立協会の会員になることを猛烈に反対したが、ファラデーは1824年には会員となっている。快活で多少過敏な気質だったデイビーはあらゆる仕事に独特の熱意とエネルギーを示した。彼の詩や散文が示すように、デイビーの精神は非常に想像力豊かだった。詩人サミュエル・テイラー・コールリッチはデイビーを科学者になっていなかったら、 詩人として成功していただろうと述べ、同じく詩人ロバート・サウジーも彼は本質的に詩人だと述している。言葉を操る才能と説明の才能に恵まれたデイビーは講演者として大成功を収めた。コールリッチはアンユのストックを仕入れるためにデイビーの講演を聞きに行ったという。名声を得ることを人生最大の目的としたデイビーは些細な嫉妬で問題を起こしたりもした。 エチケットには、無頓着で常に率直だったため、普通なら、避けられる問題に直面することもあった。障害釣り、酒マス類のフライフィッシングに親しみ、科学に関する書物以外に、釣りに関する本も執筆した。1826年、健康上の理由により、王立協会会長職を退いた、数年前より、脳卒中の発作があった。1829年、 療養のため訪れていたスイスで父方から受け継いだ心臓病により死去。最後の数ヶ月は有名なコンスレシャンズ・イントラベルを書いて過ごした。それには死の自由な批評、科学や哲学についてのエッセイが含まれている。デイビーはジュネーブの墓地に埋葬された。デイビーの研究はファラデイによって引き継がれた。デイビーの完全な著作一覧はフルマーの文献を参照。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。